決戦女学館の物語でございます。我が行きます。我が行けばいいんですよね。行ってらっしゃい。
と死んだ理由を知りたいか。知りたければ俺についてこい。お前を忍びにしてやる。
村雲。夜桜。実り。
弓。ここが比率蛇女子学園。半蔵によって一度は潰された悪人妖精学校ですか。何用だ。あなたは蛇女子学園3年ミヤル。どうやら迷い込んできたわけではなさそうだな。私は月仙女学館の弓。今日は学園祭を申し込みに来ました。面白い。その申し出受けてたと。新たに生まれ変わった蛇女の力を思い知るがいい。いいえ、思い知るのはあなたの方。真の仙人の力というものをたっぷり教えてあげましょう。やれるものならやってみろ。劉備、出番だ。了解。村雲さん、お願いします。承知。ぎゅっ。村雲が劉備の相手ですか。
久しいな、両備。この裏切り者め。相変わらず神器臭いお面かぶっちゃって。ちゃんと洗ってるんですか、それ。下船を捨てただけではなく、悪人にまで身を落とすとは、正気の沙汰とは思えん。村雲には関係ないじゃないですか。劉備には劉備の目的があるんです。どのような目的にせよ、悪人は滅するのみ。はあ、もういい加減うんざりなんですけど。悪人は滅する、悪人は滅する、あなたたちは口を開けばそればっか。そもそもあなたたちは悪人の何を知ってるの。それがどうした。え、悪は正しくない、悪は間違っている、それ以上の理由など必要なければ興味もない。だから悪は切り捨てるのみ。新婚の夢に沈む。任務開始。終わり、没収。400連戦突破。500連戦突破。没収。肉没収。終わりだ。この程度か。やるか。ほら
わかったか。正義は勝つということだ。とどめの前に一言だけいい？いいだろう。善も悪も経験した劉備にはわかる。どちらもそんなに変わりがないこと。貴様、まだそんなことを言うか。善人と悪人、どちらの忍びも己の心に従って命を懸けている。違っているのは互いの立場だけ。善と悪の戦いは避けられない。それは劉備にも分かってる。でもだからこそ、戦う相手のことを知ろうとする気持ちを。もういい。あまりにくだらない話でとどめを刺す気が失せた。我はこれで失礼する。私の相手って君？そうだ。んじゃ、まあよろしく。なんとも頭と尻の軽そうな女だ。僕の敵ではないな。うわ、見た目で人を判断するとかマジ引くんですけど。ふん、人間というのは大抵見た目通りだ。もしかして君って自分が頭いいと思ってる系？
自分は何でも分かってるんだって気な。お前に僕の何が分かる。だったら君も私の何が分かるっつう話じゃん。うるさい、もう黙れ。てか私は君のこと分かってるし。なんだと。悪人イコール悪者、これで十分っしょ。君の趣味とか好きなブランドとか興味ないし、知りたくもないし。ってことでボコボコにしてあげる。鎮魂の夢に沈みましょう。リム、悪の誇りを舞い掲げよう。鎮魂の夢に舞い掲げよう。やるな、やるな。こんな奴に負けるなんて。まあまあそんなに落ち込まないで。仕方ないっしょ、私かなり強いし。僕には守りたい人がいるのに。またまた悪人にそんなのあるわけないっしょ。マジウケるんだけど。行かなきゃ、みやびのところへ。ちょっとその体でどこ行くっていうの。
ああ、言わんこっちゃない。気絶しちゃってんじゃん。てか、マジ？悪にも守りたいものがあるなんて。リョーナ！おー！お母さん！わしはお母さんじゃない。だって夜桜ちゃんの怒り方ってお母さんっぽいんだもん。もっと叱って、もっと叱って、お母さん！だったらリョーナ、なんだって悪人なんかになったの？わしはリョーナをそんな風に育てた覚えはありません。ははん、リョーナちゃんは悪い子なの。だからもっと叱って叱って。あれ、でも悪人になったらなんでいけないの？いけないに決まってるでしょ。だって悪人なんだから。うん、だから悪人の何が悪いの？何がって、悪人は悪いものと決まっているからです。なんで？なんで悪人は悪いものなの？それは。ねえねえ、なんで？悪は悪いと決まっているからです。リョーナは口で言ってもわからないようですね。体にお仕置きです。真剣に夢に沈みましょう。両断、悪の誇りを倍掲げた。今鎮魂の夢に舞い散る。
極極楽マッチ剣簡単すぎだろう。これでもう懲りたでしょ。さあ、早く月仙に戻ってきなさい。それは。できないな。だってヘビジョって居心地いいんだもん。悪人でいることが居心地がいい？そんなバカな。ううん、本当だよ。リョーナさんには嘘をつく理由がない。いや、そもそもリョーナさんは嘘をつくような人ではなかった。リョーナさん、もう行ってください。え？とどめは刺さないの？いいから行ってください。わしの気持ちが変わらないうちに。悪が居心地がいいなど、わしには信じられない。ま、こんなところじゃろ。わしはもっとも新しい技を思いついたんじゃ。黒影おじいちゃん。みのり、こっちだこっちだ。早く俺を捕まえてみろ。また。
に全力出しちゃうよ。あなたはみのりと遊んでくれる？いえ、帰ります。私は帰ります。ダメだよ。まだカエルさんも泣いてないのに帰っちゃダメ。ゲロゲロ。カエルが泣いたようなので帰ります。お上手ですね。では帰ります。ダメだって、まだ遊ぶの。
私はただ帰りたいだけなのに。ベベタン、どうしよう。
くない。忍びごっこの天才だもんね。楽しかった。満足満足。どうやら私の仲間が勝ったようですね。あなたももう諦めたらどうですか？諦める？バカを言うな。私が負けなければ蛇女の誇りは死なない。愚かですね。悪として生き延びたところで、その先に安息の日々はないというのに。安息がないとしても、悪には悪の生きる道がある。その悪の生きる道を滅ぼすのが私たち月仙の生きる道。そう、善の生きる道です。どちらかの道しか生き残らないというわけか。その通りです。さあ、私の勝利で学園祭の締めくくりといきましょう。鎮魂の夢に沈みます。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。鎮魂の夢に舞い散れ。そこですか。はぁ、その
白い。そこですか。なんだ。それなりに。なんだ。そこですか。これでとどめ。やめろ。エム、邪魔をするな。ニヤビには手を出させない。僕が相手になる。やめろイブ、そんな体では戦えるはずがない。少し時間が稼げればそれでいい。ミヤビはその間に逃げてくれ。ミヤビさえ生き延びてくれたら、蛇女は何度でも立ち上がれる。さあ来い、悪人の誇り、しかと見よ。もういい、興ざめです。ユミチーン、終わった？ええ、帰りますよ。あれ、敵の大将が生きてる。それに学校は燃やさないの？そこまでする価値が蛇女にはありません。勝利だけで十分と判断しました。さあみんなと合流しましょう。うん。今回の学園祭は
私たちの完全勝利です。きっとおじい様もお喜びになるでしょう。よかった、戦った甲斐があったね。みのりもすごく頑張ったんだよ。黒影おじいちゃん、みのりを褒めてくれるかな。ええ、きっと頭をなでなでしてくれますよ。本当？やったー。てか本当にこれで良かったんだよね。どういうことですか？いや、別に深い意味はないんだけどさ。ただ、悪人ってのは意外になんていうか。思っていたものと違った。ってことですね。我もそれは少し感じた。悪人は滅ぶべきもの、それ以上でもそれ以下でもありません。戦いに迷いは禁物です。つまらないことに気をとらわれないように。それじゃあみんな帰ろう。みやびさんを守ろうとしたイムさんの気持ち、果たしてあの気持ちも悪と呼べるのでしょうか。イムさんの行動は悪には見えませんでした。だから私はみやびさんとイムさんを滅ぼすことができなかった。しかし本当にこれでよかったのでしょうか。おじい様、さらなる修練を積ませていただきます。また力が増したよ。新たな技をひらめきました。おかえり。おかえり。月仙女学館の物語でございます。